皆さんこんにちは、ヤトセンです。今日の動画では営業職ってどんな仕事っていう営業職の職種解説をしていきたいと思います。営業職って会社の売り上げに直接関わる仕事なんですけれども、まあ、企業からの需要が非常に高いです。なので営業職なんかいろいろ種類があるんですが、会社からすると元主役スタメンみたいなそういう職種になっています。なのでそちらの職種について解説していくんですけれども、まあ、いざ営業ってどんな仕事なの、どんな力が身につくのって聞かれても意外と分かんないっていう方が結構多くて、営業とはとか言われると、え、営業人と話す仕事です、いや実はそれだけではないんですよっていうのは結構多いので、営業という仕事がどんな仕事なのかっていう、仕事の定義目的であったり、あとはどういう種類があるのかとか、まあ、そういったことを今日は解説していこうと思います。トピックとしてはですね、大きく6つありまして、1つは営業職とは、まあ、定義ですね、営業ってどんな仕事なのっていう定義で、次が営業職の業務内容や種類についてお話していきます。で、3つ目が営業職として働く上でのやりがいとか、まあ、厳しさ、まあ、きつさみたいなところですね。で、4つ目が営業職に適性がある人はどんな人なのかということを解説します。次、5つ目がですね、就職市場における営業職の人気、市場価値はどの程度なのかということをお話します。で、最後が、まあ、営業職として就職するためには、まあ、どうしていったらいいのかっていうことを解説します。なので大きく分けて6つですねのトピックを今日はお話していきます。じゃあまず営業職とは何なのかっていうことなんですけれど、まあ、一言で言うと自社のサービス、自社のサービスだけではないんですけれど、例えばお客さん、営業代理店とかがあるので、お客さんの商品をサービスをっていうこともあるんですが、まあ、一旦じゃあ自社の、まあ、サービスですね、自社が扱っているサービス、製品、情報、まあ、そういった商材ですね、商材を顧客に購入してもらって、買ってもらって利益を生み出す仕事というのが定義になります。で、営業ってどんな仕事かっていうのをお伺いするとですね、求職者の方に聞くと大体が人とコミュニケーションを取る仕事とか企画提案をする仕事っていう風に答えてくれるんですけど、定義は実はそこではなくて、まあ、それってあくまで目的と手段とかあると思うんですけど、どちらかというと手段なんですよ。顧客に商材を売ることによって売り上げとか利益を上げる、その目的のために手段としてお客さんとコミュニケーションを取らないといけないとか、お客さんに企画提案をしなければいけないとか、そういうのは発生するんですけど、あくまでもお客さんのコミュニケーションを取るとか企画提案をするっていうのは手段でしかないです。営業職の役割は利益ですね。っていうのも、例えば100円のものを80円で売っちゃうと20円損するんじゃないですか。でも売上は100円上がってるんですね。なんですけど、それでは営業としてプラスの効果を会社に対して出せてないんですよ。なのでやっぱり100円のものを120円で売ることによって、その20円の利益っていうのを確保するというのが営業の役割になります。ってことは、利益を作り出してくれる、利益を上げてくれる仕事だから、どの会社にとっても、特に資本主義社会じゃないですか、この、まあ、世の中っていうのは、その資本主義社会において会社のお金を増やしてくれるっていう、そういう仕事なんですよ。なので営業職っていうのはどの会社でも必要とされていて、売れる営業マンっていうのは市場でも、まあ、人気になりますね。すごく、まあ、モテる人材だというふうに言えます。ただそういう売上とか利益の話ばっかりしてしまうと、いや利益とかお金、もうなんか利益とか売上ってお金のことばっかだなと、なんか嫌だなっていうふうに感じてしまったり、あとは商品やサービスを結局売り込むんでしょ、売りつけるんでしょ、まあ、そういう仕事嫌だなっていう、まあ、声も、まあ、よく聞こえてきます。なんだけれども、これちょっと違うんですよ。確かにお金のことばかり考えている営業マンや、押し売りのように商材をお客さんに売ってる営業マンも実際いるんですけれど、本当に、まあ、スマートで結果を出せる営業マンっていうのはですね、どういうふうに売ってるかっていうと、もちろん、まあ、商材を売って利益を出すのは当たり前です。なので売れてない、売り上げ上げられてない、利益を出せてない、これはもう本末転倒なんですけど、その利益を上げながらサービスを買ってもらうお客さんにですね、メリットだけを伝えちゃうとこれ騙してるようになってしまうので、デメリットもちゃんと伝えた上でそれを納得してもらって、やっぱメリットがあってデメリットがある、これ普通じゃないですか。でよくやっちゃうのがメリットしか説明しないもんだから、デメリットは聞いてないよ、後で騙されたみたいになってしまうとか、あと押し売りをする場合ってもデメリットなんかもちろん言わないですとか、まあ、そうなってしまったらダメで、メリットもお伝えするんですけど、とはいえこの商材も、まあ、この料金価格帯だとこういうデメリットもあるんですよねと、もっと高い価格帯だったら例えばデメリットはないかもしれないけど、だって安くてすごくいい商材なんてそれはないですよ。安いってことは何か悪いってこともありますし、そういうデメリットのことも説明した上で、とはいえこの価格でこのデメリットはあるけどこのメリットがあったら、まあ、費用対効果は高いですよね、それは分かって納得してもらってお客さんに商材を売ってるんですね。そうすることによってちゃんとデメリットを伝えて、お客さんも満足、納得した上で買っているので、別に騙してるわけでもないですし、もちろんお金のこと、まあ、その利益っていうものを上げてますよね。なんでこういう風にちゃんとデメリットをお伝えするとか、嘘は言わない、まあ、どちらかというと嘘をこうついて売ってしまったら後からねクレームをもらってしまうので、まあ、ちゃんと利益、売上を大事にしつつ、お客さんにデメリットとかちゃんとできるだけ真実をお伝えした上で納得してもらって売るっていうのが綺麗な結果を出す営業マンだと言えます。なのでそんな押し売りだとかお金のことばっかり、そういう営業マンばかりではなくて、結局そういう営業マンだと、まあ、後お客さんもついてこないので、どっかで、まあ、売上が下がってきてしまうので、まあ、そういうのは目指さなくていいよっていう、まあ、そういう話です。あとは、まあ、誰かの役に立ちたい、まあ、そういうのも、まあ、思いとしてあると思うので、営業っていうのは実は綺麗にスマートにさやればお客さんからも感謝され、納得してもらって、でしかも自分が所属している会社にその大事な利益っていうお金をですね呼び込んでくる、まあ、そういう、まあ、仕事もできるわけです。そういう役割を果たすことができるので、まあ、非常にですね感謝され、やりがいを感じられる仕事だというふうに、まあ、言うことができます。
はい、じゃあ次はですね、二つ目のトピックなんですけれども、営業職の業務内容種類が何なのかっていうところを解説していきます。営業職の業務内容って一回こう羅列すると結構いろいろやってるんですけど、アプローチする顧客のリストアップをして、でその後商談のアポイント取りをします。逆算していくとわかると思うんですけど、結局お客さんに商材を売るということは、そのお客さんに対してその商材を提案しないといけないんですね。で、提案するためにもお客さんとまず接点が必要なんですよ。なので、お客さんとのまず接点を設けるために、お客さんに対して、まあ、いろんなアプローチあります。飛び込み営業みたいな訪問型、実際にお客さんに会いに行くっていう、まあ、そういう接点の設け方、アプローチの仕方もあるし、テレアポって言って、電話してお客さんとのそのアポイント、ちょっとミーティングさせてください、お打ち合わせさせてくださいっていう、まあ、そういう接点を作り出すっていうアプローチもありますね。なんですけど、そもそも最初のステップは営業は何やってるかっていうと、まずリストアップするんですね。自分の使っている、担当している商材を欲しがってくれるだろうなっていう顧客をリストアップします。で、リストアップしたお客さん、顧客に対して、まあ、テレアポなり、訪問、飛び込みだったり、訪問するなり、もしくはそういったお客さんを紹介してくれるような紹介先っていうものにアプローチをしたり、まあ、何かしらのアプローチをして、お客さんとの接点、アポイントを取り付けます。で、それに対して、まあ、これ以外にもあるんですけど、その問い合わせが入ってきたりもするんですよ。なんかお問い合わせフォームとかあるんですが、ああいったところからお客さんが入ってきてくれるような、まあ、そういうアポイント取りの方法もあります。で、その次はお客さんに対して提案をしていくんですけど、実際お会いするときに一応その商材の資料とか、まあ、そういったものをまとめて提案していくので、先にその資料を作るみたいな段階もありますね。作った上でお客さんに対して提案をしていく。で、提案をしながら、ちゃんとお客さんのですね、ニーズをヒアリングしたり、今回のご提案に対して何はいいと思ったけど、何は良くない、ちょっと不足だなと思ったかっていうところもちゃんとヒアリングします。で、持ち帰ったお客さんのニーズに対して、まあ、追加でちょっと提案内容、お客さんのニーズに合わせた内容にアレンジした上で再度ご提案をして、で、最終的には契約に、まあ、至りました。で、契約に至ったとしたら、その商材を使ってもらえるわけなんですけれど、これで営業の役割終わりじゃなくて、使ってみて実際どうだったか、どうなのかっていうことも、アフターフォローしていく必要があるんですよ。これ、売り切りでやっちゃうと、買ったはいいんだけど、お客さんに対して、これだけの効果、結果が出ますよって言っていたら、その結果が出なかったとしたら、もうお客さんからしたら、もう、川端さん全然ダメだね。本社の商材、サービス、まあ、川端さんもだし、この商材も全然ダメ。だから、これで契約は終了ね。こうなってしまったら、せっかく頑張って営業活動して、商材をその買ってもらった、利用してもらったのに、すぐに契約切られてしまうんですよ。なので、このアフターフォローっていうのも非常に大事です。結果が出た時じゃなくて、結果が出なかった時の方がアフターフォローは大事で、まあ、今回何が原因で結果が出なかったのかっていうことも、ちゃんと分析した上でお客さんに伝えて、だから次はこういう風にすると結果が出ると思いますと、ちょっと期待させてしまったかもしれないんですけど、ちょっと今回は思ったような結果が出なかった。だから次はこういう施策で巻き返しをさせてくださいっていうアフターフォローすることによってお客さんを繋いでいく。実はこれが既存営業だったりはするんですけど、まあ、その既存営業とかこの後解説をします。なので、まだ一口に営業。仕事と言ってもですね、そういう段階があるわけですね。なので全部やる営業マン、営業のポジションもあれば、部分的にやる営業のポジションもあったり、この部分は他の、例えば営業事務の方にお願いしますとか、もしくは例えばアポイント取りとかは、じゃあもう外注しちゃいますとか、そういう営業としての流れ、業務ステップあるんだけど、それをどこからどこまでやるのかっていうのは、これは会社によって変わりますよっていうのをちょっとお伝えしたいですね。じゃあ営業の種類についてご説明していくんですけれど、大きく分けて分け方2つあって、ターゲット別、対象ですね、ターゲット。営業ターゲット別の分け方と、あとは営業手法別、やり方ですね。手法別に分けた営業職の分け方ってのがあります。じゃあまずはターゲット別に分ける場合っていうのは、これはまあ多分聞いたことあるかもしれないんですけど、法人営業、B2B 営業と個人営業、B2C 営業、大きく分けて2つがあります。で、法人営業ともう個人営業は、まあ、多分もう言葉の通りなんですけど、法人営業の場合は企業がお客さんになります。で、企業が相手なので、一件一件の規模が結構大きい、予算感も大きい、つまり売上の規模が大きかったり、サービスの規模が大きくなるっていう傾向があります。なので、やっぱり動くお金が大きいので、一回訪問しただけで、うん、買いますみたいなことには別にならないんですよ。規模が大きければ大きいほど、何度も何度も商談を繰り返しながら、提案を繰り返しながら契約に持ち込んでいきます。で、もちろん顧客の方も、自分の会社一社だけに声をかけているわけではなくて、複数の会社から、まあ、提案をいただいているわけです。なので、複数の会社に対して提案を出してください。見積もりを出してください。そういうのは相見積って言うんですけど、相見積もりですね。いくつかの会社に見積もりをお願いして、それの金額で比較をしたり、あとは提案内容で比較することによって、最後じゃあ、一社を選んで、まあ、あなたの会社、川端さんにお願いしますというふうに、一つの会社、商材を選んでもらう。なので、時間もかかるし、とはいえ、動くお金は、まあ、非常に大きいよっていうのが、法人営業になります。で、次の個人営業なんですけど、これはですね、個人営業の場合って、まあ、呼び方によりますけど、場合によっては販売職って呼んだりもしますよね。販売の仕事とか営業の仕事っていうのは、実はそんなに垣根がない。まあ、個人営業といえば営業だし、まあ、販売職といえば販売になってしまうんですけど、ターゲットとしては、一般の消費者になります。なので、一般消費者って自分が決済者なんです。さっきの法人営業の場合って、最初に打ち合わせた人は実務担当者。なので、決定をする権利持ってないんですよね。決済者っていうのは決めることができる人なんですけど、その決済者が上司に当たる、もしくは社長に当たるので、担当者を落とす。その次に、その上司を落とす。で、その次に、本当のその一番上の決済者を落としていくみたいな。なんか、ロールプレイングゲームでいう、最初のボス倒して、中ボス倒して、ラスボス倒すみたいな。なんか、そんな感じのステップになるんですけど、個人営業の場合は、決済者も自分なんですよ。だから顧客が自分なので、自分で決めていいんですね。なので、結構スピードが速かったりしますね。取引スピードが速い。
で、基本的に個人営業の場合だと、そこまで金額が大きいものもないので、まあ、その日のうちに本人が決済をして、決断をして、もう買いますよ。まあ、そういうふうに商談がスピーディーに終わるっていうのが多いです。あと、顧客が個人なので、まあ、自分にとってどうかっていう判断になるので、個人営業のようなお金はいくらだとか、他の会社との比較もちゃんとした上で一つ選んでいくっていう、なんかじっくり選んでいくのに対して結構即断即決が多いんですよ、個人営業の場合。なので顧客からすると結構感情的な判断をしやすいので、商材の良し悪しよりも営業マンの方の人柄とか相性とかで決めるっていうこともあるので、より人柄で営業活動ができるものは法人営業より個人営業の方が傾向としては強くなりますっていうのが2つのですね、まあ、ターゲットによって分ける営業職、法人営業、個人営業になります。で、その次が、手法別、やり方別での営業職の分け方なんですけど、まあ、大きく分けると、新規営業とルート営業、かつ既存営業があります。なので、新規、新しくやるっていうのと、既存、もうすでに契約をしているお客さんに対して、まあ、追加でこう契約を取っていく。大きく分けると、この2つの分け方があるんですけど、これ実際はですね、どちらかじゃないです。どの会社も新規開拓もやるけど、既存の営業もやっていくので、この比率とかは、まあ、会社によってある程度出せるんですけど、会社として例えば、6対4、新規多いよ、だったとしても、その会社の中では既存が非常に強い人もいるわけですよ。もしくは既存営業まで結びつけられなくてずっと新規開拓営業をやっているみたいな人もいるので、これは一概には言えないんですが、大きくこの手法で分けた時の解説をすると、新規開拓っていうのはもう今まで関係性のないお客さんに対してご提案をしていく、ニーズをヒアリングするためのお打ち合わせの接点の方を設けさせてもらうっていうような流れなので、例えるならナンパってあるんですか、ナンパみたいなんですよね。飛び込みの営業だとナンパみたいなもんで、急にピンポンというかコンコンと、いや初めて訪問させていただきました、営業の何々ですと、いや今日はですね、うちの商材ちょっと使ってほしくて、知ってほしくて伺いましたみたいな、これ一見飛び込んでくるわけですよ。なんかナンパに近いんですよね、イメージ。飛び込みはそのテレアポでアポイントを獲得しないといけない、まあ、知らないお客さんに対して自分も知ってもらわないといけない、商材もちょっと新しく知ってもらわないといけないみたいな、まあ、そういうアプローチになります。で、顧客の解決したい悩みや課題についてもうこっから聞き出さないといけないんですよ、なんとか。まあ、最初にちょっと話振って、そこからニーズを教えてください、ブチって切られたりもするんですけど、で、自社の商品やサービスをそこからアピールする、で、担当者に興味を持ってもらえれば契約を成立することができるんですけど、どちらかというと数打って当てていくっていうような、まあ、そういうスタイルがあります。正直10社訪問して5社契約取れる、そんなことはないです。一般的にテレアポでどのぐらいアポイント取れるかって、これ商材にもちょっとよるんですけれど、一般的には100かけて1か2ぐらいですね。ほとんど失敗するんですよ。まあ、1件か2件ぐらいはアポイントを取れたりっていうのはあるんですけれど、まあ、一般的にはテレアポ中心の営業会社だと1日少なくても100、多いところだと300件ぐらいずっとアポイントを取るために電話をする。で、ほとんども9割以上が断られてしまうので、かなりストレスがかかるんですけれど、メンタルをこう鍛えることができたり、まあ、メンタルが強い人にとってはそこまで気にはならない、まあ、メンタルが強くないとちょっとできないっていうような働き方にはなってしまうんですね。で、次のルート営業、既存営業っていうのはどういうことかっていうと、これ結局ルート営業だけってことはなくて、実はさっき言った新規開拓の営業すると、どんなお客さんだって最初は新規のお客さんなんですよ。で、新規のお客さんに対して自社の商材をアピールして、で、使ってもらって、で、満足してもらったらずっと契約が続いていって既存の顧客になっていくので、なので分かれてないんですよ。新規しかない会社とか既存しかない会社ってのはほとんどなくて、新規開拓したお客さんに満足してもらって、じゃあ御社の他の商材も使ってみるよとか、今使ってる商材のプランをアップグレードするよとか、まあ、そういうふうに既存のお客さんっていうのは自分もしくは自分の会社の商材に対して満足してくれてるから引き続き使ってもらってるんですよね。なのでそういったお客さんに対してケアをしていく、さっき言ったアフターフォローしていくっていうことであったり、あとは追加で自社の商材をアップセルって言うんですけれど、まあ、プランをアップグレードしたり、追加で新しい商材を提案して契約を結んでいく、それが既存の営業になります。なので足しげく通うからルート営業、ルートを決めて1日そのルートを回っていくからルート営業って言われてるんですけど、まあ、すでに契約の実績がある、もしくは今契約中のお客さん、顧客に対して営業活動をしていくっていうのがルート営業になります。なのでさっき言った新規開拓と既存のルート営業っていうのは分離してるわけじゃなくて、新規開拓、新規営業でうまく結果を出せたらルート営業に変わっていくっていうような、まあ、そういうなんか繋がった営業スタイルになりますね。今の聞くと新規営業より既存営業の方がいいじゃないかと思うかもしれないんですけど、やっぱり既存営業は既存営業で結構大変で、目標の追い方が、じゃあ去年は例えば1000万円の売り上げあったんだから、今年は、まあ、ようわかんないけど継続はしつつさらにアップセルしてねっていうことで、1000万が1200万とか、そういうなんか上積み前提の予算、目標を組まれてしまうので、ただもう取れている契約をつなぎさえすれば OK じゃないんですよね。既存営業で結構皆さん勘違いしてるんですけど、楽じゃねえかと思ってるんですけど、既存営業は既存営業で減ることもあるんですよ。よくあるのが、もう今契約してるのに競合他社は、まあ、その契約を狙ってくるので、実は知らないところで提案をしていて、気づいた時にはすでに遅しみたいな、他の競合にですね契約を取られてしまって、ボコッと、例えばそこが1000万のうち500万ぐらいあったら、500万がなくなったってなったら自分の評価もうだだ下がりなんですよ。ってなった時に新規開拓って結局やらなくちゃいけないので、なんかほとんどの営業が新規開拓もやりながら、新規開拓で自分の売上も増やしながら、既存の営業でいかに守るか、もしくはこの既存のお客さんにいかに追加でその自社の商材を買ってもらうかっていうのを頑張ってやっているっていうのが、まあ、既存営業の実態になりますね。ただなんかタラタラ回ってたらいいっていう、そういうことではないです。
はい、では次のトピックは営業職としての働くやりがいや厳しさについてご説明していきます。先ほどやりがい、ポジティブな特徴の方からお伝えしていきたいんですけれど、大きく今回3つですね、ご紹介をしていきたいなと思ってます。で、1つ目が、企業の売り上げを直接担う職種なので転職に困らない。冒頭でもお話したように営業の役割っていうのはその企業にとって非常に重要な売上利益を稼ぎ出すっていう、そういう役割なんですね。なのでどの企業でも営業職がいないなんてことはないわけですよ。なので営業として実績を積んで、経験を積んで、実績結構大事なんですけど、その経験から積んだだけではなくて、売れてましたよ、前職とか前々職で所属していた時にそこの商材はこういう商材で、大体年間の予算はこのぐらいでした、目標はこのぐらいで、毎年です、今まで僕は 100% 達成を続けてきました、ちゃんと売れてたよって、売れていた実績がある方はもうどこでも引っ張りだくです。だから売れる営業って実は少ないんですよね。なので営業職としてチャレンジをして、営業職としての結果を出し続けている、たまにちょっと失敗することがあったとしても、鳴らすと、どちらかというと結果を出しているなっていう実績があれば、どんな会社からでも引っ張りだこですね。新規開拓、既存の営業で既存ばっかりやってましたとかなると、新規開拓中心の会社だと、もちろんそれはちょっとスタイル違うねってなってしまったり、あと商材があまりにも特殊で、その商材の営業経験がないと、あまりにも商材の特性が違いすぎるから、前の商材では売れたかもしれないけど、次の商材では売れないかもね、うちの商材では売れないかもね、こういうのあるんですけど、基本的には営業として実績さえ出していれば、転職にはほぼ困らないっていうのが一つ目の魅力、ポジティブな特徴になります。二つ目なんですけれど、成果を出せば高収入を狙えるよと、これは結構イメージあると思うんですが、売れる営業マンの給料ってやっぱり高いんですね。そもそも営業マン自体の平均年収も高いんですけれど、これはですね、リューダさん、なんかよその転職サイトの情報なんですけど、リューダさんでは平均年収ってランキングで出てます。で、全体の平均年収が20代だと345万円、30代だと442万円なんですけど、それに対して営業職の平均年収は20代だと375万円なので、平均よりプラス30万円高いよと。で、30代の場合は497万円なので、55万円高い。なので、30万から50万ぐらい高いっていうのが営業職の平均年収になります。ちなみにどういう営業職が高いかっていうと、これはですね、最高額で比較していくと、やっぱり夢があるなと思うのは、かなり厳しいんですけど、働き方としては、保険とかですよね、企業向け、法人向け保険を売っているような、本当に売れる営業マンは、年収だけでも1億円ぐらい超えるっていう人はもちろんいます。なんですけど、保険は本当ピン系で、1億稼げる人もいれば、どこの会社とは言わないですけれど、フルコミって言って、フルコミッションですね。基本給0円で、もうインセンティブだけでっていうところが1億とかなんですけど、インセンティブなので、全く売れなかった場合は、年収0になっちゃうんですよ。なので、すごい差が激しい。0から1億みたいな。それが保険の営業で、その次に来るのが不動産。不動産の中でも、投資用不動産とかは比較的売れる営業マンの方だと、2年目とか3年目ぐらいでもあっという間に1000万超えちゃうみたいな人もいます。なので、保険の営業、不動産の営業とかが結構営業マンとして売れればかなり年収が高くなるような営業職になります。で、それよりは平均値も結構高くて、そこまで差もついてはいないんだけれど、比較的稼げるよっていうのだと、MR とかですね。医療業界向け、お医者さんとか、病院向けに薬を売るっていう。MR とか、あとは医療機器のメーカーで、医療業界の営業職っていうのは、比較的平均年収は高めの営業職になってます。で、さっきちょっとインセンティブ成果報酬っていうお話もしたんですけれども、やっぱり営業職だと比較的インセンティブ、基本給があって、賞与があって、そこにプラスしてインセンティブっていうところで差をつけている会社は、比較的多いですよね。なんですけど、その既存営業が強いような会社はほとんどインセンティブないんですよ。新規開拓が中心で、営業マンの実力、自力がないと上げられないよ、売り上げを上げたのはあなたの成果だよねっていう、営業度が高ければ高いほどインセンティブが発生しやすいっていう傾向にはなってます。なんで既存営業でインセンティブを求めてますとか言っちゃうとあんまりないんですよね。でも既存営業ってもう会社だったり前任者が頑張ったおかげで契約が結べているっていうことがほとんどなので、ストレートに言うとあなたのおかげでその売り上げ全部上がってるわけじゃないよ、だからあなたのインセンティブではないよっていう会社が多いです。で、3つ目のポジティブな特徴としてはですね、これはいいと思う人もいれば、いやそれは嫌なんだよな、それが嫌なんだよっていう人もいるんですけど、成果が目に見えてはっきり分かるってことです。他の職種に比べて営業職は結果がはっきり分かったんです。数字で出ちゃうんですね。売上とか利益、契約件数とか、もう全部数字出てます。なので、例えば本当学生時代のテストに似てますよね。100点満点で何点みたいなのも出ちゃうんですよ。目標値があって、目標に対して何パーセント達成したかが言ったら100点満点に対して何点かって話なんですけど、もちろんテストと違って120点とか200点とか取ることだってできます。なんですけど、そういう数字としてはっきり自分の結果が目に見えてわかるっていうのは、これは確かにプレッシャーになる部分もあるんですけれど、もうその結果を出せた時にやっぱり自分やったぞみたいな達成感も感じやすいし、自信もつくんですよね。これだけのことがはっきりできたってのがわかるんで。で、もう一個がさっき言った転職しやすさっていうところでもそうなんですけど、結果がもう数字ではっきり示せるので、これだけの結果を僕は出しましたっていうふうに売り込むのも楽、売り込みやすくなります。じゃあ次はですね、今いいことばっかり3つぐらいお話したんですけど、次はですね、悪いこと、ちょっと厳しいなと思うようなポイントを3つご説明ご紹介していきたいんですけど、1つ目は、さっきのいい点の3つ目に来る数字の部分なんですけど、ノルマがあるとですね、必ず目標が分かりやすくはっきり数字で付与されちゃう。会社からこの目標だよっていうふうに指示されてしまうっていうのが、やっぱり営業を辞める方々はノルマが嫌だったわけじゃなくて、ノルマ達成できないことが嫌だったっていうので辞める方が非常に多いです。で、ノルマがあるのはこれしょうがないです。営業職や販売職でノルマがないなんてことはないんですね。
なのでノルマがあるのは嫌だけど、それは営業職の宿命だと思ってください。でそのノルマっていうのが基本的に月次が多いんですけど、毎月ノルマ目標が付与されている、設定されているってところが多いんですけど、まあ、私たちの仕事もですね、実はその人材紹介とかキャリアカウンセラーも実は半分営業的な要素もあって、ちゃんと目標値っていうのがあるんですよ。毎月何人ぐらいの就業決定をしましょう。で、あとは紹介料金っていうのがあるので、紹介料金の金額の目標があったりするんですけれど、あとまあノルマのもう一個ちょっと嫌な点がですね、一回達成すると次の月とか次の年はさらにノルマ目標が上がっていくっていう。なので自分が成長してその目標達成できるようになったら、次目標がまた追っかけてきて、また自分が成長レベルアップして超えたらまた目標がみたいな、まあ、なっていくので、ずっと楽勝で達成できる目標なんていうものは設定されないっていうのが、まあその分ならずっとこう 120% 成長とかしていくこともできるので、まあ本当ここは諸刃の剣ですね。目標ノルマがあるからこそきつい部分もあるけど、それで成長することもできるし、レベルアップすることもできるし、あとはその分かりやすく数字で結果が出るからこそ転職活動するときには自分のアピールもしやすいと、はい、まあそういうまあ諸刃の剣的な要素があるのがこの目標ノルマです。で次2つ目なんですけれど、比較的残業が多くなりがちになるのが営業職のデメリットなんですが、まあ、なんでそうなっちゃうかっていうと、結局これ顧客に対して提案したり、顧客に対してアポイントを設定したりするわけですよ。つまりお客さん中心になってしまうんですね。なので顧客の都合で左右されてしまうことが非常に多いので、自分は今日休みなのにとか、自分はもう定時上がって、まあ、今日はもう仕事ないから帰ろうと思って、お客さん顧客からなんか連絡が入ってきた場合、これで2つ選択肢ありますよね。無視する、まあ、明日に回しちゃう、いやその場で対応する、でも結局その場で対応しないとこのお客さんの契約は切れちゃうかもしれないし、お客さんからすると自分に対する信頼度ってのは下がってしまうかもしれない。なのでやっぱり顧客対応する限り、ある程度顧客に振り回されてしまうっていう部分もあって、その分残業時間、まあ、自分の想定通りの時間内で仕事が終わらないってことは、やはり、まあ、発生しやすいです。でもう一つあるのが、結構外回りの営業職の場合って日中回ってるんですよ、お客さん先を。で帰ってきてちゃんと営業事務の方が1人の営業に1人営業事務とか、2人の営業に1人の営業事務くらいちゃんとついてくれてたら、外回りの間にいやこの書類作ってとか、いや見積もりの依頼があったから見積もり書作っといてねってできるんですけど、まあ、比較的そこまでしっかりケアされているっていう会社は少なくて、まあ、営業マンはお客さんとの顧客対応をした後、事務所に帰ってきて、まあ、会社に帰ってきて、それから事務作業をやるんですよね。見積もり書作成したり提案資料作成したり、それでなんか時間がガーッと伸びてしまって、まあ、残業が増えがちっていうのが、まあ、一つデメリットにはなります。じゃあどのくらい残業時間が多いのって話なんですけど、これはですね、本当デューダーさんもいろんな情報が入っていてすごくいいんですけれど、まあ、どのくらい多いかというと、まあ、これはデューダーさんがちょっと引用してきた情報になるんですが、残業が多い職種ランキングで、これ結構細かく分かれちゃってるんですけど、3位に入ってくるのが食品消費財メーカーの営業職なんですよ。で平均残業時間は 35.9 時間、一番上が施工管理とかなんですけど、施工管理すごいですね、ワンツーですね。設備系施工管理、建築系施工管理で1位で、その次に来るのが食品消費財メーカーの営業職になります。ただね、食品消費財メーカーの営業職って意外だと思うんですけど、これ実は既存営業多いんですよ。食品消費財メーカーなので既存営業だと残業が少ないみたいな、これは一概には言えないっていうのが、まあ、ここからもわかるんですが、やっぱりお客さんが小売業なので、食品や消費財ってなると、スーパーとか、イオンみたいな、ああいったこう商業施設の担当の方から急に呼び出されちゃったり、ああいった小売業っていうのは時間が長いんですよね、働いてる時間が。なので、朝呼び出されることもあれば、夜に対応してくれって連絡が入ってきてしまったりするので、比較的、まあ、営業マンとして対応する幅が広がってしまうっていうのが、まあ、その理由ですね。じゃあ、それ以外の営業職はどうかって話なんですけど、このデューダさんの残業が多い職種ランキング、上位20職種、トップ20のうち、なんと7つが営業職。やっぱり営業っていうのは、残業が多めになる、まあ、それは顧客対応しているからだっていうことがここからも分かりますね。あと残業代もう一個の理由、すいません言い忘れたんですけど、これもやっぱりノルマなんですけど、ノルマ達成してないと月末にかけてもうちょっと無理してでも労働時間長くなろうがなんとかその目標達成しないとっていう風になってしまうので、ノルマ達成できてない月であればあるほど月末にかけて残業時間が伸びるっていう傾向にはありますね。ここでも出てきましたね、ノルマっていうのが。デメリット3つ目、これを言ったら元も子もなんですけど、さっきから出てきている残業時間とかノルマの話にも紐づくんですが、メンタルの強さ、そのストレス耐性が強くないとなかなかに続かない仕事だっていう。目標ノルマに対するプレッシャーもあるし、やっぱり労働時間も長くなるとこう疲弊疲れてしまいますし、もう一個あるのが営業って断られる仕事でもあるんですよね。契約なんて本当何回提案して1回取れるかなので、基本断られる仕事なので、まあ、かつ振られ続ける、たくさん振られるような仕事なんですよ。なので心が強くないと、ストレス耐性が強くないと、どっかでパキッと折れてしまって、いやもうこんなダメだみたいな、 2,3 日休むみたいになっちゃうと、またこれノルマが達成できなくなってしまうので、なんか振られたとしても、それは断られたとしても平然とできる、もしかしたら慣れてしまうっていうのが結構大事かなと思います。じゃあ、まあ、そういったメリットやデメリットがあるというのは分かりました。じゃあどのような人が営業職に適性があるのかっていうお話をしていきたいんですけれど、もちろんまあ仕事なんで向き不向きあります。特に営業職は向き不向きが特に強い職種だなと思ってます。じゃあどんな向き不向きのチェック項目があるかっていうことなんですけど、まあ、大きく分けると4つあって、1つはですね、決断が早いっていうこと。で、2つ目が勘どころがいいっていう、ちょっと難しい表現ですけど、まあ、勘のいい人、まあ、センスがいいとか、まあ、いろんな言い方ありますけど、勘どころがいい。で、次が顧客を突き放せる人。で、最後が単純思考ができる方。まあ、大きく4つあるんですけど、正直1と4は似てます。決断が早いことと、
シンプルに考えられることっていうのはすごく近くて、シンプルに考えていつも基準が決まってるからこそ決断は早くできるんですね。なんで単純に決断が早い、考えてもしょうがないからとにかくやるぞっていう、そういう決断の速さも大事なんですけど、物事をシンプルに考えるからこそ決断を早くできるっていうのもあるので、自分の中のルールとかがもうすでに決まっていて、こういうケースはこうするとか、まあ、基本的にもうお金の話しか見てないとか、なんかその見るポイントを少なくシンプルにすることによって即断即決をすることができます。やっぱり営業の仕事っていうのはスピード重視なところがあるので、スピードが遅いとお客さんからしてもこの営業マンに頼んでも遅いよってなってしまうんですよ。なのでもちろん質も大事なんですけど、それ以上にスピードが大事。スピードが遅いとどれだけ質が高い提案ができようがお客さんからするともう選択肢に入っていないなんてことがあります。なのでとにかく動き続ける、とにかくすぐにやるっていう、まあ、メールの返信とかですね、あと電話かかってきたら、うん、ちょっと今ちょっと忙しいから2時間後にとかじゃなくて、できる限り時間が許せばすぐに折り返しの電話をすることによって、スピード感がある人だなと、この人だったら何かトラブルが発生してもすぐお願いしたら対応してくれそうだっていう、その信頼度につながるんですね。あとはさっきのシンプルに考える方がストレスも感じなく済みますし、シンプルに自分の基準でどんどんこう決断をしていくっていう方の方が、これは正直営業マンっていうかビジネスマンとして仕事ができる人は決断力が早いけど、シンプルに思考することができるので、これはまあ共通項だなと思います。ちょっと順番前後しちゃいましたけど、1番目と4番目の説明はそんなところで、2番目が勘どころがいい、ちょっと解説難しいんですけど、お客さんからすると、まあ、こういう経験ないですかね。自分がモヤモヤと、うん、こういう悩みを持ってるとか、こういうなんか商材欲しいんだよなっていう、全然具体的に言えていないニーズに対して、そのニーズってもしかしたらこういうニーズじゃないですかとか、いやそのようなニーズがあるのであればこういう商材を使われた方がいいですよっていう、そのなんか提案がめちゃくちゃまといている、そうみたいな、これ勘どころがいいなんですけど、だからそれってな、空気を読むっていう意味でもあるし、あとはなんか情報処理とか情報を予測する力が強いとか、まあ、こういうことになってくるので、実はこれはストレートに言っちゃうと地頭がいい人になっちゃいますね。その勘どころがいいっていうのは、なんかそのセンス的なもの、勉強ができるじゃなくて賢さみたいな、利口さみたいなものが高い方がいいよ。で、営業っていうのはやっぱり1対1でやることがあるので、自分が商材なんですよね。自分が商材になっているので、商材のクオリティっていうものが非常に見えやすい、すごい評価されやすくなってしまうので、ごまかしが効かないんですよ。なのでそういった勘どころの良さとか、じゃあ、ただ能力の高さっていうものが、まあ、非常に重要視されているっていうのが2番目ですね。なんですけれど、これが意外と才能だけなんじゃないかと思われちゃうんですけど、実は才能だけではなくて結構パターン化できるんですよ。以前支援していた以前のお客さんのニーズと今回のお客さんのニーズなんか似てるなとか、経験によってパターン化、自分のその提案の引き出しとか、こういうニーズだってモヤモヤしたものを言った時って明確にこのニーズだろうっていうニーズの紐付けみたいな引き出しパターンをどんどん増やすことによって勘どころがいい、つまりすぐに提案をしてくれる、すぐに自分の顕在化しているニーズだけではなくて潜在的にまだ埋もれちゃってるニーズに対してそのニーズを顕在化してくれるっていう、それで信頼感が一気に上がるので、もちろん地頭がいいとか空気が読めるとか、これも大事なんですけれど、まあ、これ努力でもなんとかなる部分が、今までの経験してきたことをちゃんと引き出しみたいに自分の中で整理をしていくことができると、あ、そういうニーズねってなったらこれ出そうとか、まあ、そういうだから引き出しをちゃんと整理できている人はこういった勘どころの良さっていうのが年々経験を積めば上がっていきます。これ結構私は営業をやることもあるんですけど大事だなと思ってるのが、お客さんを変に上に見すぎない、お客さんが言うことは全てイエスマンにならないとか、お客さんは神様みたいにやりすぎてしまうと、まあ、言ったら顧客が調子乗るんですよ。あと業者扱いされちゃいます。なので顧客に対してまず対等であるっていう、顧客は自分に対してニーズとか悩みがあって相談をしてくれていて、そこに対して自分が解決策を提示する、だから解決策を提示するからこっちが偉いみたいに考える必要になって、基本的にはこれパートナーなんですね。営業マンと顧客はパートナーなので、対等にお互いが扱い合わないといけない、リスペクトしないといけないっていう、その関係が重要だっていうふうに思って相手します。その時に大事なことが、顧客がこういうことやりたいとか、こういう商材使いたいんだよねって言うんですけど、その対等だからこそ買ってもらうためにポジショントークをするんじゃなくて、ちゃんと信頼関係を築くためには、例えばこういうケースもあるじゃん、いや使わない方がいいよとか、いや今回はやめときましょうみたいな、多分損します、ね、うちの商材を使ってもらってもいいんだけど、今回はこのニーズだったらやめといた方がいいっていう風に、自分がお客さんに対して使いたいって来ててもメリットないんじゃないかなと思ったら断るっていうのも重要なんですよ。これは対等な立場じゃないとやはりできなくて、お客さんが俺使いたいんだよとか、でこっちも俺も持ってるから使ってほしいな、使ってほしいなってなった時に、お客さんにとって、まあ、ちょっと近い将来未来にそもそもが分かりきっている提案だったり契約に関してはこちらが断るっていうスタンスを取れると、常に対等な立場で長期的なこう関係性を築くことができるので、周り回って結局自分の売上利益は上がり続ける、まあ、そっちの方が結局得をするっていう、まあ、そういうことがあります。なので顧客に対してちゃんとノーを突きつけられる対等な立場で仕事ができる人っていうのも重要なポイントです。転職市場、採用市場において営業職の市場価値はどの程度かと、人気はどの程度なのかっていうこともご説明していきたいんですけれど、結論は営業職はかなりニーズ高いよということです。で、厚生労働省が挙げているデータなんですけど、求人倍率っていう一人に対してどれだけの仕事があるのかっていう数字なんですけど、5月分ですね。なんで今は令和2年で2020年、今日は7月なんですけど、5月のデータが最新なんですが、2020年5月のデータで全体の有効求人倍率、だから全ての職種ですね、まあ、平均値として 1.02 だったんですけれど、営業職だけにこう限って言うと 1.57 倍、なんで 1.5 倍くらい求人倍率が高い、まあ、つまりまあ何が言いたいかというと、営業職がニーズが高いよということですね。
じゃあどの業種業界が営業職の人気が高いかっていうと、これですね、もう正直満面なく高いんですよ。商社もそうだし、保険とか金融、自動車、不動産、IT とか、まあ、どれとっても営業マンの立場が低いみたいな業種ってのはあまりなくて、まあ、どの業種もやっぱり分かりやすく売り上げ上げてくれる、お金を獲得してきてくれるポジションでやっぱり発言力もあるんですよね。なんで特に日本の企業ってこの傾向が強くて、日系企業の社長さんって営業畑の人多いんですよ。例えば、推しも強かったり、交渉術もあるので、社内の出世競争とか、社内営業、社内政治でもこう勝ち上がっていくって傾向があるので、営業マンっていうのはニーズがあるだけではなくて、社内でもその出世をするのであれば、営業職で入って結果を出しておくっていうのは、まあ一つの手だなというふうに思います。なんですけど、実はこの動画を撮ってるタイミングっていうのはコロナショック真っ盛りというか、なので、これ営業職だけじゃないんですが、まあ全体として未経験者に対しては採用ニーズが減っています。なので営業職も、まあやはりニーズがあるとはいえ、未経験の方より、経験者の方の方がかなり人気が高まっていて、未経験者向けの営業ポジション特に既存営業とかなくなっちゃってますね。既存営業ほど経験者の方がやはり有利、すぐに仕事ができるので、まあ、既存営業で失敗が許されないようなポジションになるので、新規開拓の方が未経験の方だと比較的門戸というか受け入れ先としては多くなってますね。じゃあ営業職に就くためには、営業として就職するためにはどうしたらいいのかっていうと、特に今のような不景気か不況下では、さっき出てきた既存営業とかルート営業って呼ばれているような職種っていうのはちょっとわざわざ避ける必要はないんですけれど、選考ハードルも高いし、基本的にポジション一つぐらいしかないんですよね。そこを既存営業、あ、欠員が出たから1名募集しますとかになるので、未経験に回ってこないことが多いです。なので既存営業を狙いながらでもいいんですけど、まあ、さっきも言ったように結局既存営業と新規開拓の営業をやった後に既存営業っていう流れがあるので、まあ、新規開拓営業、こっちの方が攻める仕事なんですよ。既存営業って守る仕事なので、失敗が許されないので新人なんか入れてらんないんですよね。失敗しやすいじゃないですか、新人って。失敗しながら学ぶので、失敗をする前提で採用するのであれば、やはり新規開拓営業の方が、まあ、求人としては多くなりますね。で、さらに、新規開拓の営業、その営業職と名前が付いているものに関しては、比較的選考ハードルが高くて、そういった営業職でどうしても何社受けてもわからないなっていう場合はですね、営業職のお隣さん、販売職っていうのがあるじゃないですか。で、その販売職っていうのがどちらかというと B2C、一般消費者向けの営業的要素があって、B2B、企業向けの営業活動とか営業ってなってくると、まあ、基本的に、ほにゃらら営業って書かれている求人が多いんですけど、なので営業で受からない場合だったら、似たようなスキルが結局身につく販売職の方、比較的採用数も多くて、採用ハードルも営業もそこまで高くないっていうところが多いので、こっちで入るっていうのをお勧めします。販売職で売るスキルですね。まあ、売るためのスキルとしては、コミュニケーション、まあ、その喋る、説明する能力、スキルであったり、あとはヒアリングするスキルとか、あと関係ですね。関係性を構築する。さっきご説明した通り、個人向けの営業って結構キャラクターで売れるところもあって、それは販売職も一緒なんですね。なので、どういうキャラクター設定にしたら、どういう話し方をすれば、どういう見た目にすれば、お客さんに好かれて、信頼されるのかっていうのを販売職でそういったスキルだったりを身につけて、伸ばして、で、そこで実績を積んでから営業職にランクアップ、キャリアアップしていくっていうのが、結構一般的なキャリアステップになっていて、特に不景気の時だと、営業職の方がやっぱり選考ハードルが非常にこう高くなってしまうので、販売職から入って1、2年、まあ、3年ぐらい、その実績を積んで転職をしていって、より年収を上げるとか、より業務の範囲を広げるとかっていうようなステップアップがおすすめになります。はい、っていうのがあったんですけれど、ちょっと分け方、こういう分け方もあるんですが、新卒の場合の就職活動と転職活動、一回どこかの会社に入って職歴を積んでから中途採用枠で営業職を目指す場合で、これちょっとルートが違うというか注意点が異なるんですけど、新卒採用の場合ってほとんど総合職、もしくは営業系総合職って呼ばれているようなポジションが多いので、まあ、ちゃんと営業志望するのであれば、営業系総合職かどうかを確認で、総合職っていうところまで広げられちゃうと、本当営業だったり技術だったり全部入っちゃってるわけですね。営業職か技術職でだった場合は、入り口としてはもう限定されてないのはもう仕方ないので、やれることとしては、まあ、その総合職、まあ、営業系総合職、ちゃんとそのなんか総合職の枠組みの中に自分が希望する営業職が入ってるかどうかっていうのをまず確認する。でもう一つできることは、面接であったり、まあ、内定後のオファー面談とか内定式とかでこう人事と会うことあるじゃないですか。ああいった時に自分は営業をやりたいんだっていう思いというか希望をしっかり伝えておくっていうことと、あとは営業ができそうだっていうアピールをしっかりすることですね。まあ、正直営業ができそうかどうかはもう本当に喋りだと思うので、話術とかコミュニケーションスキルが高いっていうことを実技で示すっていうのと、なぜ営業職に配属されたいのか、やりたいのかっていうことを、まあ、ちゃんと論理立てて説明をしておくっていうのができることですね。で、中途採用枠の場合だと、まあ、営業経験者だったら、まあ、何の問題もなく営業経験者なんで営業職のポジションを受ければ、まあ、比較的内定は取りやすいんですけれど、別の職種からじゃあ営業職っていうふうに考えた時にはなかなか難しくて、なぜ営業という仕事をしたいのかっていうところを明確に説明しないと、あとは前職でやっていた業務内容と営業の業務内容を比較した時に何に具体的に魅力を感じたのか、あとは何か活かせることがないかとか、そういうところをきっちり説明していく必要はあります。で、中途採用枠の場合、もう本当営業職は営業職として採用してるんですね。総合職みたいにこう広い範囲で入れて、その後営業に配属とかじゃなくて、もう営業職っていう中途採用ポジションあるので、あとはまあ営業職っていうポジションあるので、さっき出てきたような、まあ、どういう営業職、働き方をしたいのかっていうのをちゃんと決めた上で選んでいくっていうのが大事ですね。どんな業界分野で働きたいか、どんな仕事を扱いたいかとか、あと法人営業なのか、個人営業なのかっていうターゲットですね。営業ターゲット、営業対象によって、
どの営業対象を中心に営業活動しているものがいいのかとか、あとは新規開拓ルート営業、これはどっちがいい、どっちってのはあまりないので、どの程度の比率なのか、ルート営業多めがいいのか、新規開拓営業多めがいいのかっていうのをちゃんと考えた上で選んでいくっていうのが重要です。はい、以上がですね、営業職の職種解説となります。で、最後にもう一回ちょっと今日解説した内容をまとめたいんですけども、まず営業ってどんな仕事なの、営業職の定義とはですね、自社、自分の会社の利益を上げる。で、同時に顧客の利益も上げる。顧客の利益を上げるっていう、お客さんにメリットがあるっていうのが重要なんで、お客さんにとってメリットってものをちゃんと提示して、で、ちゃんとメリットを享受させてあげて、実際そのメリットを感じられた、手に入れられたっていう。それによって自分の会社の利益も上げることによって、お客さんとの関係がずっと続いていくので、自社の利益を上げるために、手段としては、そういう顧客の利益もちゃんと上げてあげましょうねっていう、そういう仕事になります。で、営業職の業務内容としては、大きく、いくつかこう分類をすると、法人営業か個人営業かっていう営業対象での分け方と、あとは新規開拓、新規営業か、既存ルート営業かっていう、営業の段階であったり、営業の手法で分けるっていう、そういう分け方がありますよ。あと営業のやりがい、ポジティブなポイント、メリットに関して言うと、転職に困らないよっていうのと、高収入狙いよ、収入高いよ。で、次は成果が目に見える。つまり自分の成長が目に見えて書かれるよっていうのがメリットですね。で、次が厳しさ。デメリットに関しては、次はノルマがある、目標があるっていうね。次が残業が多くなりがち。最後がメンタルの強さ。ストレス耐性が求められちゃうよ。正直ちょっとしんどいよって、そういうことですね。で、営業に適性がある方っていうのはどういう方かっていうと、決断が早い。一緒なんですけど、単純思考ができて決断が早い人ですね。単純思考でシンプルに考えて、すぐに行動ができる。決断できる。みたいなタイプ。あとは勘どころの良さですね。これはさっき言ったように、地頭がどうこうっていうよりは、そのパターンですね。パターン分けしてちゃんと過去の経験を整理できる人っていうのが重要です。で、その次が、お客に対してちゃんと脳を突きつけられる人ですね。お客さんと対等に話ができる、商売ができる人。これが営業適性がある方になります。で、就職市場における営業職は、ニーズがある職種だと、これ間違いないですね。どの企業からも営業職、売れる営業っていうのは求められているので、ニーズが非常にあるっていうような職種になります。で、現在は、とはいえ、不景気下であると、経験者の方が優遇されてしまいがちなので、特に既存営業とかは経験者の方が優遇して採用されています。なので、営業未経験者であればあるほど、新規開拓の営業とか、販売職から経験を積んで、実績を積んで、ステップアップしていくっていうのがおすすめです。ということで、営業という仕事はですね、メリットもあるけど、デメリットもあると。離職率も、正直、なかなかに高いです。だから、会う人と会わない人が、非常に分かれる仕事ではあるよっていうね。あと、営業で実績さえ出せば、転職市場ではもう、モテモテです。人気人材になれるので、一回チャレンジしてみる価値っていうのは十分あります。なので営業職に対して志望度が高い、一回やってみたいなと思う方はですね、この動画を見ていろいろ勉強できたと思うので、もう一度ですね、そういった今日解説したポイントも踏まえて求人をいろいろ探してみて、で、もし迷ったんだったらもう受けてみてください。さっきもお伝えした通り、営業職っていうのはシンプルに考えて決断をすることが非常に重要なので、動きながら考えていきましょうね。考えてから動くんじゃなくて、動きながら考えて試行錯誤していくっていうスタイルが非常に重要なので、営業マンになったつもりで、だって自分が商材じゃないですか。面接とか就活って自分が商材なんですよ。自分の商材としての魅力っていうものを高めながら、商材を実際顧客に売り込みながら試行錯誤していってください。じゃあ今日の動画が役になったよっていう方はですね、いいねお願いします。あと、このように職種だったり業界の解説っていうのを今後も続けていきますので、興味がある、そういう情報はちょっとキャッチしておきたいっていう方は、ゆずと就活チャンネル登録をお願いします。はい、では本日はありがとうございました。